終わらない夕暮れに消えた君。よし、やるぞ。今日もやってこう。今回は確か行っちゃいけねえ場所に行くんだよね。なんか祠に行くんだよね。確かあの崖から落ちそうな銀太から全てを話を聞いたんだよね。崖から落ちそうな銀太ってなんだ。お、イズルが失踪する前に向かったのはマガトキの祠だった。このマガトキの祠に今日行くんだよな。銀太から有力な情報を得た僕とサツキは立ち入り禁止となっているマガトキの祠の内部へ入ることを決めた。このさ、立ち入り禁止、行っちゃいけないとか見ちゃいけないとか、なんていうの、このカリギュラ効果っていうんだよね。カリギュラ効果一番あるよね、なんか人間の中で。お、来た。どうすんだ。おい、行っていいのか。確かね、遠かった気がするんだよね。ここのマップにはなーい。これの左上だな。初めて来んな、ここ。お、ここか。うわ、なんかいそうだなー、ゆうなぎ様とかが。うわ、来た。入っちゃいけない感が出てるけど、結構ガバガバなセキュリティだな。立ち入りを禁ず、ゆうなぎ島自治会。ひどく汚れた看板だ。ずいぶん前に建てられたものらしい。あ、この看板古いから汚れてるんだと思ったけど、何、やっぱりそうだ。この看板一度文字を書いて消された跡がある。看板の消された文字を読みますか。はいはいはい、何それ、読む。はい、うん、なんとか読めそうだぞ。消された文字を含めて看板に書かれた文章を読むと、時坂の真実を知らぬ者立ち入りを禁ず。時坂の真実を知らぬ者っていう部分が消されてるっていうことは、時坂の真実を住んでる方いはりくってことだよね。そういうことだよね。時坂の真実を知らぬ者立ち入りを禁ず。時坂の真実って一体なんだ。いやー、知らないけど知った感じで入ればいいんじゃない。ここあんま知ってますよみたいな面したらさ、入れんじゃない。昼夜は祠前の看板について記憶した。でもさ、自治会の人がいるわけでも誰か見張りがいるわけでもないから入っていいんじゃねえかなって思っちゃうけど、その考えはダメなのかな。自治会の人なら何か知っているかもしれないな。ダメなんだね。ちょっと行ってみよっか、自治会の方へ。はい、いた。お、来た。あそこせんべいか。せんべい、そうだ、自治会の会長か。友達、さっき今日喋ったんだけども、2回目だぞ、せんべい。何、時坂の真実だと。もしかしてマガトキの祠の前にあるあの看板のことを言っておるのか。まったく、あれは誰かの落書きだ。自治会で書いたものではない。あの落書きは何度消しても気づくと書かれている。あー、それはユウナギ様が書いてるってことなのかな。まったく嘆かわしい。ふざけたいたずらをする不届き者の仕業じゃ。あー、え、じゃあどうすればいいんだ。あ、マガトキの祠の中に。何、マガトキの祠の中に入りたい。残念だがそれはダメだ。あの祠はこの島の聖域、限られた人間しか中に入ることは許されんのだ。あー、どうすっか。だったら、あ、来た、イベントだね。いいね、このさ、行く先が詰まった時にイベントが起こるっていうのがいいよね。ね、シュウヤくん、マガトキの祠の前にある看板の落書きってさ、本当にただのいたずらなのかな。うわ、もうサツキちゃん全てを知ってるかのような疑問をしてくるよね。いたずらではないと思う。そうだよね、あれって絶対いたずらなんかじゃないよね。だってただのいたずらにしては落書きの内容が不思議すぎるもん。時坂の真実を知らぬ者、私もちょっと気になるんだよ。もしかしたら誰かが何かを伝えようとしているのかもって。昔ね、夕凪島の歴史が書かれた本を読んだことがあるの。この島には多くの謎が隠されているっていう内容の本。いや、すごいな、自分の住んでるところに多くの謎が隠されているっていう本が出てたら俺毎日読んじゃうわ、毎日調べちゃうわ。すごい昔の人が書いた本で、そこに確か時坂の真実って書いてあった気がする。どこで読んだんだっけ。あれは確か学校か。学校全部独り言で終わったぞ。さつきちゃん、学校に行けばいいんだな。学校どこだ。学
校来たけど、これ入ればいいってことだよね、多分。わ、暗いんだよ、これ。え、どこに行くの？どっかに何かがあんの？お、なんだ？そうだ。さっき修也君に話した本、私図書室で読んだんだ。夕凪島歴史書っていう本、まだここにあるかな？修也君、一緒に探そう。いやー、たった3つしか足らないから多分絶対あると思うけど。っていうか、めっちゃあったー。はい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 、あったー。ん？これは、お、来た。やった、修也君これだよ。早速読んでみよう。でっけえな本、思ったより。どこに書いてあっただろう。ちょっと待ってね。あった、修也君、やっぱり時坂の真実についてこの歴史書に書いてあったよ。本当にすごいな、さつき。でもちょっと待って、この歴史書来たね。怪しい展開。1ページだけ破られたページがあるみたい。え、ほら、ここ、時坂の真実について書かれたページとは全然違うところだけど、これってどう見ても破れちゃったっていう感じじゃないよね。じゃあ誰かがわざと破った。でもどうして。破られたページについて記憶した。ほう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 。まあとりあえずこれ後々誰か、友達の中の誰かがさ、破って持ってったってことなのかな。真実についてはなんて書かれているのかな。それじゃあ読むね。この島には大部分の島民が知らぬままの真実あり。ただし時坂の真実を解き明かしたとしても誰にも口外してはならない。己の胸の内にとどめるべし。さもなくは夕凪のたたりに会うだろう。なんだか不気味だな。ね、本当にそう思う。でもこの歴史書に書いてあることに間違いがないとすれば、時坂の真実っていうのも本当に存在するんだ。人に言っちゃいけねえってだけだよね。でもな、俺口軽いからな。俺ね、多分ね、本当口軽いランキングだったら100位、日本人の中でも100位入んじゃないかなってぐらい俺口軽いんだよね。やっぱり祠の前にある看板の落書きは誰かからのメッセージなんだよ。この時坂の真実を解き明かした人が島のどこかにいるのかも。でもそれ公害しちゃダメで、たたりに会うみたいなこと書いてたのにさ、大丈夫なのかな、その人は言っちゃって。もし誰かがいるとしたら。だけど夕凪のたたりに会うかもしれないから誰にも言えないってことか。すごい、修也君、きっとそうだよ。いや、誰でも分かっただろう。でももしそうならこれからどうしよう。確かに、島に住む誰かが時坂の真実を知っていて、それを伝えるために祠の前の看板に落書きをした。時坂の真実を知らぬ者、立ち入りを禁ず。ん？待てよ、自治会長は落書きだと言っていたけど、そもそも自治会長は時坂の真実を知っているのか。どちらにせよ、イズルが最後に向かったのはマガトキの祠なんだ。イズルがいなくなった手がかりを探すために祠の中には入る必要がある。もう一度この歴史書を持って自治会長を説得しに行こう。封鎖された世紀、マガトキの祠に入るために。よし、行こうか、行こう行こう。さて、やってきたけど、ここでまた君たちか。時坂の真実だね。修也とさつきは自治会長にこれまでのことを詳しく話した。友達の証言を照らし合わせた結果、いずるはいなくなる直前に長時の祠に入っていたらしいこと、入ったらしいことが、学校の図書室で見つけた夕凪島歴史書にも時坂の真実という記載があること、これは偶然じゃない。誰かが何かを伝えようとしていると二人は必死でお願いした。しかし、もうしかしって言ってる時点でダメだみたいな感じでしょ。はぁ、もういいじゃろ。
言いたいことをすべて吐き出して気は済んだかな。え？そんな、お願いします。私たちどうしても知りたいんです。10年前にイズル君がいなくなった理由を。ああ、そりゃわしも同じだ。わしも知りたいと思っとるよ。しかしそれとこれとは話が別。残念だがお引き取り願おうか、お二人さん。そんな、修也くん。修也、男だろ。自治会長さん、いずるは僕にとって、いずるは、修也、お前は大人になったら何になりたい？僕は、なんだろう、僕にできることあるかな。え、できるかできないかは関係ないだろ。だって俺たち子供なんだから。やったことないことばっかりだし、今はできなくて当たり前だろ。大事なのは何がやりたいかだ。やりたいことに夢中になってればいつかすげえやつになれるさ。そうか、いずるはやっぱりすごいな。じゃあいずるは何になりたいの？俺か。俺はヒーローになりたいよ。え、ヒーロー？ああ、困った人がいたら助けてみんなを守るんだ。へえ、ヒーローか。かっこいいな。へへ、だろ？ヒーローはかっこいいよな。うん、それなら僕もヒーローになりたいな。お、シュウヤムか。気が合うな。それじゃあ俺たち二人組のヒーローだな。うん、いずると一緒ならどんなことでもできそうだよ。あ、でも僕なんかじゃ頼りないからいずるの役に立てないかな。大丈夫だって、俺がついてる。一人でできないことだって二人の力を合わせたらバッチリさ。それにヒーローだっていろんな種類のやつが必要だと思うんだよ。なんて言えばいいのかな、力が強くて喧嘩に負けないだけがヒーローなんじゃなくって、ほら、おやつだってそうだろ。おせんべいも美味しいけどチョコレートだって美味しいだろ。それでおせんべいやチョコレートを食べたらジュースだって飲みたくなるだろ。うまく言えないけどいろんなものがあってさ、全部違うけど全部いいんだよ。そうか、全部違うけど全部いい。それじゃあ僕にしかできないことも何かあるかな。おう、修也にしかできないことだってきっとあるよ。修也は優しいから誰かと喧嘩したりするのは苦手かもしれないけど、そんな時は俺がいつだって修也を守ってやるよ。いや、修也だけじゃない。みんなが困ったり危ない目にあったりしないように俺はいつだってそばにいるからさ、何も心配いらないぜ。うん、僕もいずるのそばにいるよ。それでいずるやみんなの役に立ったらいいな。二人でヒーローになるんだ。よし、約束だぞ。誓いの指切りしよう。指切り現場、嘘ついたら針千本のます、指切った。僕にとっていずるはただの友達じゃなかったんだ。僕は小さい頃から自分で物事を決めるのが苦手で、いつもイズルの後ろにくっついて、何でもできるイズルのことをいつも頼ってばっかりで。でもイズルはそんな僕にいつも優しくしてくれて、イズルは親友だったんです。なのに生きてるのか死んでるのかもわからないから供養もできなくて、そんなの辛すぎるじゃないですか。僕だけじゃない、同級生たちみんなそうなんです。いずるがいなくなったことに責任を感じている友達もいて、いなくなる前にああしとけばってずっと後悔している友達もいて、だから仮にいずるがまだどこかで生きてるんだとしたら、もう一度会いたいだけなんです。修也君、お願いします。間が時の怒られたら入らせてください。そうか、君の心からの気持ちしかと聞き届けた。そこまで言うのなら
いいだろう。本当ですか？待て、慌てるでない。これは島の聖域に関わる問題、わしの一存で決められる問題ではないのだ。じゃあどうすればいいんですか？白明寺だっけの住職にも話を聞いてみてくれ。彼も自治会の一員であり、島の聖域について造詞が深い。きっと的確な助言をくれるだろう。おーっと、ちょっと今日長くなるけど、これもやっちゃうね。行くわ。来たー。これさ、何人ぐらいいるんだろうね、自治会の人って。おや、君は修也君ですね。私のことを覚えていますか？ここ白明寺の、いや大丈夫です、さすがに覚えてます。ご近所に住んでいるのに会うのは久しぶりですよね。ゆっくりしていってください。いやこれ寺でさ、あのサブイベをもう俺終わらせてるから、もう実はもう何回か会ってるはずなんだけど、マガトキの祠の中にだね。なるほど。10年前に失踪したイズル君が最後に祠の中に入ったという目撃証言があるから、イズル君の行方を示す手がかりを探すために祠の中を調べたいのです。話は分かりました。しかし申し訳はございません。あの祠は非常に神聖な場所です。許可することはできません。やっぱり自治会長と同じ反応だ。この状況を打開するためには僕らが時坂の真実の存在を知っていると証明するしかないみたいだな。おお、ってことは夕凪島歴史書か。お、来た。なるほど、これを見つけてきたのですね。サツキが昔この本を読んだことを覚えていたんです。祠の前にある看板の落書き、時坂の真実を知らぬ者。この時坂の真実という言葉が歴史書の中にも出てきますよね。あの看板の落書きはもしかしたら時坂の真実を解き明かした誰かが書いたものじゃないの。じゃあカンツ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 カン、知ってんな名水さん。確かにこの島には多くの人が知らぬまま過ごしている真実があると言われています。ただもし本当に真実があるというのなら、真実が隠されている意味もよく考えてみてください。真実が隠されている意味。はい、真実を公にすることでこの島に災いや不利益を被る可能性がある。まあそうだよね。それだけでね、もうそれ以外ないよね。隠す必要がないもんね、別に災いとか不利益がないとしたら。だからこそ先人たちは歴史書にこのような記述を残し、真実を闇に葬ることにしたのでしょう。とはいうものの、いなくなった友人を思うあなた方の気持ちは無限にできません。マガトキの祠に入る許可を与えましょう。意外とあっさりくれた。マジかー、入れるのか。ついに本当ですか？ありがとうございます。落ち着いてください、まだ話は終わっていない。祠の中に入るには条件があります。条件？はい、簡単なことです。お、簡単なこと。オーラルかな。マガトキの祠の内部に入れるのは一人だけ。そうなんだ。じゃあサツキ、申し訳ないけど、まあサツキちゃんは修也君行ってきてって言ってくれると思うけど。そしてもう一人は祠の入り口で待っていること。なんかさ、いやそんなことないと思うんだけどさ、さつきちゃんがさ祠の入り口で待ってるから行ってきていいよって言ってきて、しゅうやくんがなんかそこで何かわかんないけど見つけて出てきた時にさつきちゃんがいなくなってるみたいなことありそうな感じじゃない？さすがにないかな。これが条件です。忘れずに覚えておいてくださいね。はい。やべえ、気になる。マガトキの祠へのお参りは一人ずつ、それがこの島の伝統です。おー、行ってくるよ。みんな今日行くよ、マガトキの祠へ行こう。レッツゴーだ、レッツゴーだ、レッツゴーだだわ。ギャグ漫画日和だ。よし、さあ頼むぞ。さつきちゃんちゃんと待っててくれ。なんかこれ、なんかもう一個くらいなんか事件起こりそうな感じするよね。行ってこようか。行きますね。来た。それじゃあ僕が中に入ってみる。
サツキはここで待っててくれ。中がどうなってるかわからないけど、10分ぐらい調べたらすぐ戻ってくるから。うん、わかった。シュウヤくん、気をつけてね。ああ、ありがとう。サツキも気をつけて。それじゃあ、行ってくるね。来た、来た、ついに来た。うお、敵、出ないかな。これ RPG じゃないよね。 RPG、戦闘ないよね、でも。あ、なにこれ、え、なにこれ、なに、え、なにこれ。これは、やべえよ、めっちゃ面白くなってきたんだけど。みんなで学校の校庭に埋めたタイムカプセル、どうしてこんなところに。誰かが掘り出してここまで持ってきたのか。でも一体誰が、いずるか。え、おう、なぜこんなところにか。うんうんうん、いいよいいよ、気になってくるね。面白い。来た。古ぼけた柱時計だ。ひどく砂ぼこりにまみれ、手入れもされてないように見えるが、正確に時間を刻み続けている。文字盤の中央には年月日も表示されている。精巧なからくり時計のようだ。柱時計の脇には小さな石碑がある。お、読むよ。マガトキのからくり時計、神宿る。え、なにこれ、なんて読むのこれ。き、いく、ぼし、なんだこれ、なんて読むのこれ。きせ、なんだこれ。あ、ちょっと調べてくれ。経てもなお夕凪島の時刻み続ける。おご、みか、なもうこれ全然読めないんだけど。こういう難しい昔の読み方、俺全然読めないんだけど。ほこらの柱時計について記憶した。それだけ？修復について。マガトキのほこら破壊事件により4本のなんだっけ、これなんて、灯籠？ちょっとさっきの漢字がすげえ気になって調べたんだけどさ、育成層だって、育成層、長い年月のことだって、育成層だって。ちょっとまた一つためになったね、ハム太郎。じゃやってくれ。4本の灯籠のうち1本が損壊。しかし損壊した灯籠の破片は祠の内部には見当たらず、犯人が持ち去ったと思われる。あ、持ち去った。これにより元の石材ではなく新たな石材を用いて灯籠を修復。あ、この左下のさ、ちょっと白い新品っぽいのがその修復したやつなのかな。白明寺住職、飛沫や名水、昼夜は祠の修復について。ほう、それだけなのか。ご神体なのかなこれ。しめ縄だ。しめ縄の一部がちぎれて結び直された跡がある。どういうことだ。他のところを調べた後でもう少し詳しく調べてみよう。ん、日付、灯籠には19年前の11月28日の日付が彫られている。ほう、こっちはこの灯籠が作られた日付が彫ってあるようだ。10年前の11月29日。はい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 。色が違う灯籠の日付について記憶した。これ一緒か。お、来た。あ、これ違うな。これ読んだもんね。こっちはしめ縄の一部が結び直されたが、これでまだか。あ、しめ縄ほどきますかになってる。え、これしていいの。え、いや、しなきゃ進まねえ話だ。しよう。なんだこれは。なに、え、なに、うわあ。ここは漂流岬。祠の中にいたはずなのに、どうして。10年前のかくれんぼの時だ。おい待て、トラヒコ、
こっちはもう隠れるところがないぞ。やっぱり漂流岬に来たのは失敗だ。見通しが良すぎてすぐ見つかっちまうよ。うるせえ十兵衛、それならお前だけ広場の方に戻ればいいだろ。バカ言うなよ。今から戻ったらそれこそすぐ見つかっちまうよ。そろそろ主演が数え終わってみんなのこと探し始める頃だし。わかった。なるほど、トラヒコが全てを知ってる男に会ったって、大人に10年後の修也のことか。そういうことか。結構ナンパとか前に全てを知ってる男に会ったんだよって言ってたけど、10年後未来から来た修也に会ったってことか。あの二人なんかどこかで見たことがあるような。動ける。ねえ、ちょっといいかな。あ、なんだよお前。いや、ごめんね、急に声かけて。怪しいものじゃないんだ。君は虎彦なのかな。そうだけど、あんた誰だよ。なんで俺の名前知ってんだよ。気持ち悪いな。こっちは今忙しいんだから気安く声かけんなよな。めっちゃ嫌われてんじゃん。おい虎彦、向こうの崖にも木が生えてるぞ。あの木の後ろに隠れれば見つかりづらいんじゃないか。あっちに隠れようぜ。な、おい十兵衛、ふざけんな、俺置いてくなよ。あの二人、虎彦と十兵衛だ。それじゃまさかここは10年前のマガトキ祭りの日。あ、そういやあの時漂流岬に見たことない男がいたぜ。昔のことだし、かくれんぼの最中で焦ってたから細けえことは覚えてねえけど、そいつなぜか知らねえけど俺の名前を知ってたよ。なんかちょっと気持ち悪かったぜ。これこれ、そうか、あの時虎彦が言ってた見たことない男っていうのは僕のことだったのか。誰かの言っていたことや意味のわからなかったことは、バラバラだったピースがだんだんとはまって僕の中で一つの形を作っていく。夕凪のマガトキの頃、門開き、時坂の森、命巡ら。そういうことね。ああ、やばい、鳥肌立ってきた。島の広場にあった石碑の文章、この時坂の森という部分は時坂を登るという意味じゃなかったんだ。これは夕凪の間が時の頃、門開き、時遡り、命めぐらん、時を遡る、こういう意味だったんだ。間が時の祠でしめ縄をほどくと、時の流れを遡りながら漂流岬に流れ着く。時間の漂流か、漂流岬という名前にもそんな意味があったなんて。これが時坂の真実。だとすれば、イズルは10年前のイズルも祠の中からどこか別の時代へ飛ばされたのかもしれない。それなら今までイズルの遺体や持ち物などの痕跡が発見されなかった理由も説明がつく。しかし、わからないこともある。時坂の真実が時を遡ることだとしたら、なぜ今僕は10年前に飛ばされてきたのか。10年前に祠に入ったイズルは何年前に飛ばされたのか。疑問はいくつか残っているが、ひとまずこの時代に置き去りにされては困る。まずは元の時代に戻らなければ。おお、楽しくなってきたね。いいよいいよ、ただ今日はここで終わるとしよう。もうこのまま続きやっちゃおうかな。